実は、うちのブースの向かい側なんですけど、はい、ユートラストさんの、ブースということでお邪魔しました、執行役員の金子さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応あのスタートアップ業界で非常に有名なんですけども、一応こういう会社ですというご説明を、ね、はい、聞いてみますか。はい、日本のキャリア SNS ユートラストという形で、ユーザーさんには無料で、まあ、転職だったり副業だったり、あの日々の学びみたいなところを提供していくしつつ、クライアントさんにはあのそういった集まったユーザーの方々にスカウトを送って、まあ、転職だったり副業だったりあのキャリアオポチュニティと僕らは呼んでるんですけど、まあ、そういったものを提供していくというようなあのビジネスをしております、はい。ユートラストさん今回あのまず那覇に来て一番目立ったのが実はちょっと撮れるかそっちにですねこういうバナーが空港に出ていて、これがこういう感じちょっとちょん切れたピント合うかな、こういうクリエイティブ作っていて、それ思わず SNS 映えでするから多分撮ってシェアしたいという人多いだろうなと思って、はい、めっちゃうまいと思ったんですけど、はい、これどういう誰が決めたんですか、ね。まあ、でもみんなで話したんですけど、基本最終クリエイティブは CMO の大前が決めたんですけれども、あのやっぱり勢い大事だなというところで、あのまずもうやっぱり枠がこう3つに並んでるっていうところから、まあ3回同じことを言おうというので勢い余ってはみ出そうというのがまあ目を引くかな、勢いを感じさせよう、はい。で実はですね、あの消えてるところだけを読むとスター採用になるんですけど、なるほど、まあ、多分誰も気づいてないんですけど、全然気づいてなかったスターを採用した、はい、後付けもあるんですけど、なるほど、はい、あのとにかくスタートラップが採用するならユートラストというのを、まあ、刷り込みたいなというところで視聴率 100% のところに出させていただきました、はい。で今回その出展 の、はい、の狙いというか目的みたいなところどういうところですか。そうですね、今回は、いわゆる 2C のユーザー獲得というよりは、2B のクライアント獲得を目指していました。なのでメッセージとして、まあ、インプレッションの効果として、まあ、スタートアップの人たちが、まあ、まずはこうユートラストを想起してもらうというところを作りたかったのと、あとは実弾として、まあ、クライアントさんの名刺を獲得したかったというか、はい、クライアント企業になる、まあ、ほぼいらっしゃってる方全員ターゲットみたいな形なので、あのとにかく名刺の交換をしたかったという中で、これを起案しました。福引き、はい、あのめちゃくちゃアナログな感じの、アナログでこれ社長も一緒にずっと、あ、岩崎さん、はい、岩崎と含めてつけてたんですけど、まあ、これを、まあ、引いてくださいと、引く代わりにこう名刺を交換してくださいっていう、まあ、名刺がチケット代わりになるとちょっと引きたいなみたいな、一応あのモバイルバッテリーとか沖縄のお土産とかがあるんで、まあ、引きたくなるよね、目を引くよねっていうので、まあ、ちょっと一歩引いてきませんかっていう声掛けで、まあ、リードが取れるというところで、あのかなり実弾な、はい、マーケティングを仕掛けまして、獲得コストで考えるとものすごい効率が良いのではないか、はい、そうですね、正直ここがいくらで協賛だからどのぐらいのリード単価だったら何件で受注をそこから何件取れればペイするかみたいなのを最初に計算しておいて、まあ、ロアス的に何パーぐらいになりそうだなっていうのを考えて、まあ、出店を決めて、でもう決めたからには全力を尽くそうということで、まあ、決めた瞬間に、まあ、沖縄空港の枠を抑え、あ、速攻で抑えた、速攻で抑えました、速攻で抑えて速攻でハッピーを作ってみたいな形で、もうとにかくことに向かってやりきるというところがうちの良さだったりするので、はい、ありがとうございます。どこまでやったらやりきれるかな、やりきり指標は何ですかね。やりきり指標はやっぱりここの中で一番盛り上がってるかとか、ツイッター上で一番シェアされてるかとかっていうところですね。なるほど、ちょっと終わった後の振り返り方も、そうですね、一番盛り上げられてるんじゃないかなとは今のところは思ってます。金子さんでした、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。